ぶつかってから止まるという感じで、その辺の制御が微妙だったんですね。トリプルゾーンのエアコンはレクサスの SUV でもちょっとやそっとじゃついてないと。はい、どうも、車カーチューバーワンソクチューブです。今回は納車されて1年以上乗っている三菱アウトランダー PHEV-P、 こちらの走りの5項目評価、最近ワンソクチューブではね、走りの5項目評価やっています。1つ目が走る、曲がる、止まる、アクセル、ブレーキ、ステアフィールですね。そして2つ目がシート、着座姿勢、運転視界ですね。で、3つ目ナビ、メーター、エアコンなどの操作系。4つ目が安全装備、運転支援。そして5つ目が総合評価、そしてライバルとの比較というところの5項目評価やっていますけども、アウトランダーではまだやってなかったんで、今回ねやってみたいと思います。まず1つ目の項目、走る、曲がる、止まるですね。これはめちゃくちゃいいです。優良化だったらね、優がつきますね。もうこれはほんと、めちゃくちゃ気に入ってるところですね。で、私は最近、まあ、車買うチューバーということで、月1レベルで車買って、気になる車買ってレビューの、ワンソクチューブなんですけども、もうね、買いすぎて今、16台まで増えちゃっててですね、今までだったら短い車だと、7ヶ月ぐらいで乗り換えてたんですけども、まあ、さすがに7ヶ月っていうのもちょっと短いなって、よっぽどなんか理由があればあれなんですけど、最近ではできるだけ1年は乗るようにしています。まあ、とはいえね、16台あるんで、1台あたりの走行距離は短くてですね、今、アウトランダーもですね、走行距離が2342キロになってるんですが、まあ、それでももう1年半近く乗ってます。それだけ気に入っている車と、NX の方が先に売っちゃってますから、まあ本来的には三菱枠ということでデリカミニとスイッチしてもいいんですけど、まあこれ補助金をもらった関係もあってですね、55万円だったかな、EV 補助金もらいました。私タイミング悪く国の補助金55万円しか出なかったんですが、タイミングが合えばですね、100万円ぐらいの補助金が出る車となっています。ただ4年乗らなきゃいけないと。4年未満で売ってしまうと、まあ、返却しなきゃいけないというのがありますんで、まあ、できれば4年乗りたいなとは思っているんですけど、さすがにちょっとね、16台あると回しきれなくなってくるというか、バッテリー上がっちゃうリスクもね、月に2回しか乗れないんで、毎日乗っても、ちょっとそれはね持ちすぎかなと思うんで、そろそろアウトランダーもスイッチしたいなと思ってるんですが、いや、こう乗るたびにね、アウトランダーの走りね、うなる、マジでいい。この前ちょっとツイッターでもアウトランダー乗るたびにうなるみたいな、ツイートしたんですけど、本当にね、走りはね、今乗ってる車の中でももうトップクラスにいい、アウトランダーちょっと標準装着のエコピアは燃費はいいんですけど、ウェット性能とかいいんですけど、乗り心地っていうところではちょっと固めっていうのと、ロードノイズがでかいっていう欠点があったんですが、それをですね、私はアレンザ LX100 っていうブリヂストンさんの、ま、SUV 用高級タイヤというかですね、それに履き替えたおかげでですね、ロードノイズも下がり乗り心地も良くなったと。まあ、若干燃費はエコピアの方が多分いいと思うんですけど、まあ燃費を犠牲にして乗り心地と静粛性を取ったんですが、これがねマッチしてるんですよね。めちゃくちゃアウトランダー乗り心地良くなったし、静かになったんですよ。だから私のアウトランダーに関しては本当ね、不満、走りに関する不満がめちゃくちゃ少ないんですよね。静かだし、でステアフィールはねちょっと軽めなんですよ、アウトランダー。でもまあアレンザ履いてからは多少良くなったかもな。でも軽くても接地感がないっていう感じじゃなくて、で遊びが多いっていう感じでもないんですよ。だからこれは悪くない、なんかこうスッカスカーとかそういう感じじゃないんですよ。ちゃんと切ったら切った分だけノーズが向きを変えるぐらいの接地感はちゃんとあるんですけど、やや軽めというところです。でアクセルフィールが一番気に入ってるところですね。踏んだらめっちゃグイって出るんですよ。まあ、なんならちょっとノーズが上がるぐらい。だからバネウェ精神制御みたいな、こういうピッチング抑制みたいなのは、そんなに効いてないんじゃないかなと思うんですけど、その分ロールしないんですよ。なんかよくわからんけど。だから、
本当になんかオンザレール感覚で、走っていく車って感じですね。だから、車高の高さをあんま感じないんですよ。で、ぐいぐい曲がる。で、本格的な四駆性能も有しているということで、まあ、ドライブモードセレクトがめちゃくちゃたくさん用意されていて、多分、昨今発売されてる車の中で一番ドライブモードセレクトが多いんじゃないかなと思います。で、このダイヤルで、パワー、エコ、ノーマル、ターマック、グラベル、スノー、マッドという感じで、マルチテレインセレクトで7種類あると。まあ、普通はノーマルかエコにしとけばいいと思うんですけど、高速高をギュンギュンとか山坂道をギュンギュン、要は舗装路を走る場合はターマックモードにすると、まあ、いわゆるラリーの舗装路を走るモードなんで、めちゃくちゃ痛快です。で、さらに、ヒルディセントコントロールもついてる。で、さらに、EV モードとして、ノーマル、EV、セーブ、チャージという3つのモードが用意されているというのに加えて、さらに、イノベーティブペダルモードって、いわゆるワンペダルモードのスイッチまで物理的に用意されていると。まあ、これによって、まあ、ワンペダルで操作できると。アクセルを抜けばブレーキが、効くというか減速がかかると。ちゃんと、ここにブレーキインジケーターもついてるんで、今自分の車のブレーキランプが点灯してるかどうかっていうのも一目でわかるようになってるんですよ。この辺の、ユーザーインターフェースも非常に良いですし、仙台ノートが、まあ、結構、ワンペダルで、ブレーキランプつかないで、減速して、なんか、後ろの車に迷惑だとか言われてた時代はあったんですけど、最近は、ノートとかオーラとかでもそんなことないですし、ちゃんと減速が入ってる時には、ブレーキランプ点灯するようになってるし、ブレーキインジケーターで見れるようになったりとかするんで、で、このアウトランダーに関しても、このイノベーティブペダルっていうね、ワンペダモードにすると、アクセルオフにすると、減速が入って、一定以上の減速 G がかかる際には、ブレーキランプが点灯するようになってると。ただ、このイノベーティブペダルはね、かなりピーキーですね。他のメーカーのワンペダルよりも、アクセルを抜いた時の減速 G がめちゃくちゃ立ち上がるようになってるんで、ちょっとね、ギッタンバッコンするような感じになるんで、私はあんま使ってないです。それよりも、さらにドライブモードとして、パドル、いわゆる減速セレクターが用意されてます。で、通常だと多分2になってんのかな。B2 っていう、回生、ブレーキ2になってんのかな。で、0、1、2、3、4、5まで減速をセレクトできるんで、そんなにいるかって話なんですけど、だ都合6段階まで減速 G を調整できるんですよ。これをだから B0 とかにすると、もうアクセルに対するもう出力がめちゃくちゃ、要は制動がかかってないというか、改正されてない、もうすごいコースティングで前に進むような感じになるんで、もうちょっと踏んだだけでもギューンって出るんですよ。もうそれが痛快でね、まあ、テスラほどとはいかないですけど、まあ、結構鋭く出るんで、その痛快加減に私はもうちょっと惚れ込んでいると。同じプラットフォームを持つ日産のエクストレイル。で、こちらもめちゃくちゃ走りは上質で、アウトランダーよりはどちらかというとコンフォート志向。で、ドライブモードも全然少ないですし、パドルもついてないというような状態になってるんで、まあ、万人に扱いやすくコンフォートな車。よくできているというような感じなんですが、こっちのが尖ってて、いろいろ遊べる車、走りがめちゃくちゃ楽しい車と、もうこれはね、有料かだったら有の特有ぐらいですね。もうめちゃくちゃ面白い。で、ブレーキタッチも効かないってこともないですし、まあもちろんさっきのイノベーティブみたいな感じでワンペダでもできるし、このパドルで減速 G を調整することもできるという感じなんで、で、ステアはさっき言ったように、結構軽快、軽めですけど、中立付近が軽いすぎるわけではなく、警戒ですね。で、本格的な四駆、まあ、ランサーエボリューションとかパジェロとかで培ったような、まあ、SAWC っていうね、三菱の独自の四駆機構も備わっているという感じになっているので、もうめちゃくちゃ痛快なんですよね。まあ、ただ後輪左右のトルクスプリット機能はなく、一緒に後輪にはトルクが入ると。ただ内側、カーブの内側の後輪をつまむ、ブレーキをつまむんですね。そうすることによって旋回を出しているというのが、まあ、この SAWC なんですけども、まあ、かなり痛快に曲がると。そしてロールがしないっていうのが不思議な乗り味なんですね、これが。だから全然なんか SUV 乗ってるというよりは、もう本当にセダン乗ってるみたいな感覚がある。車高の高さを感じない、ロールの少なさになっています。
ということで、走る、曲がる、止まるに関してはもう特有ですね。そして、2項目目、シート、着座姿勢、運転視界。これに関しても、シートはね、いいですね。うん。で、しかもこのね、アウトランダー PHV 優れてるのは、まあ、ランバーサポートもついてるんですが、ランバーサポートの上下も動くということで、そのウェイ数が多いわけですね。何ウェイだったかちょっと忘れちゃいましたけど、多分10ウェイぐらいなのかな。で、ポジションのメモリーも、運転席、助手席もついてるんですよ、シートメモリー。これね、エクストレールついてないんですよ、助手席側のパワーシートのメモリーが。で、そういうところもね、実はエクストレールと兄弟車なんですけど、アウトランダーの方が優れてるポイント結構あってですね。で、それはアウトランダーとエクストレールの比較をした動画、ありますんで、忘れなければ下の概要欄にリンク貼っておきたいと思いますんで、それもチェックしていただければと思います。結構ね、アウトランダーの方がいいんですよ。で、さらに、シートのリフレッシュ機能、マッサージ機能までついてるんですよ。まあ、ランバーサポートが行ったり来たりして、もみもみしてくれるっていう、まあ、そんなに、マッサージチェアほど強くはないけど、結構リフレッシュできる機能も、ついていると。いうことで、シートはね、いいですね。で、たっぷりとしていて、セミアニリン本革なんですよ。レクサスでもセミアニリン使ってる車、最近少なくなってるっつうのに、まあ、贅沢な車になってると。で、シートヒーターは完備されていると。シートベンチレーションさえあればね、もうほんとね、僕の考えた最強の SUV みたいな感じになったと思うんですけど、そこだけがね、惜しいなっていうところ。ランバーサポートもあるし、シートもたっぷりしてるんで、座り心地も良い。で、左足の足の置き場が圧迫されてるってこともそんなにないんで、まあ、マツダの SUV ほどではないにせよ、着座姿勢はかなり良い。で、フロントの見切りも良い。A ピラーの付け根の四角も、まあ、少ないわけではないけど、全然見えないわけではない。で、フロントボンネットは結構高めになっているんで、ランクルみたいにですね、中央がちょっとへっこむような形になっていて、ボンネットの見切りは良いです。で、360度カメラもついてるということで、運転視界、着座姿勢、シートに関しても優がつくんじゃないかと思います。いや、よくできてるな、改めて。じゃあ、3つ目の項目。ナビ、メーター、エアコンなどの操作系ですけど、これも優がつくと思う。まあ、ナビ自体は、この、周りのね、側に対して中央の画面が小さいというふうに言われがちですが、これ、確か9インチだったと思うんだよな。実はそんなちっちゃくないんですよ。だからノート、オーラと同じサイズはあるんで、まあ、最近ね、14インチとか、12.3 インチが当たり前になってきてるんで、ちょっと小さくは確かに見えるけど、そんな不満はないし、ちゃんとこういう画面の二分割表示もできるし、地図の二分割もできるし、インターチェンジの予想通過時間が出ないとか、そんなおポンチなこともないし、再生中の音楽とかもちっちゃく表示されたりとか、もう結構至れり尽くせりよくできてる。まあ、この辺のシステムは日産のやつ使ってるんで、まあ、本当日産同等のものがあると思っていただければいいです。で、メーターに関しては、日産よりいいです。同じ仕組みのはずなんですが、なぜかアウトランダーの方がですね、表示される情報量が多くて、すごく見やすい。だから、モーターの出力、回生だけじゃなくて、エンジンの発電量までこれ二軸で動いてるんですね。まあもちろんデザインも、このように変えられますし、普通の二眼っぽい表示にもできると。で、中央のマルチインフォメーションディスプレイに関しては、いろいろね、モードが切り替えられますが、エクストレイルよりも、表示できる情報多いんですよ。エクストレイルもね、あんだけ E フォースとかって言って、声高に言ってる割には、四駆のどれだけ後輪が動いてるかとか、前輪後輪への駆動配分とかのモードがないんですが、この三菱のアウトランダーはそれがちゃんとあると。SAWC の作動状況がわかる、メーターが用意されていると。前後輪どれぐらいに配分してるのか、旋回がどれぐらい、後輪に行ってるのかとか、そういうのがわかるモードも用意されてるんですよ。だから、結構ね、アウトランダーの方がいいなって思うの、両方買ってわかることなんですけど、アウトランダーにはついてるのにって思うのがエクストレイルに乗って、思うポイント結構あるんですよね。パドルとかもそうですし。地図も、出ます。ルートガイド中、初期モデルに関してはルートガイド中のみに限りますけど、日産のオーラとかと同等、エクストレイルとかと同等の、地図表示ができると。最近セレナとかではね、地図常時表示できるようになってますけど、この辺もいいでしょう。いや、見やすいんだわ、しかもこの
地図が。ちゃんと目的地までの距離と到着時間までちゃんとメーターに表示されるから、こっち見なくても済むぐらい のメーターになってるんですよ、ね、よくできてるわ。でヘッドアップディスプレイもめちゃくちゃ情報量多いし、でエアコンもデュアルエアコンにちゃんとなっていると。さらにこれトリプルゾーンのエアコンになってるんですよ。でリアのシートヒーターもついてるんですよ。いやーちょっとうなるわっていう。だってトリプルゾーンのエアコンはレクサスの SUV でもちょっとやそっとじゃついてないと。 NX も確かシートヒーターだけだったんじゃないかな、リアについてたのは。トリプルゾーンのエアコンにはなってなかったと思うんですよね。だそういうとこ考えてもすげえなっつー、商品力やばいだろって。でこれ込み込み590万ぐらいで確か私買ったかと思うんですが、で補助金で55万でしょ、だから540万ぐらいで、もっと補助金出てる人は500万ぐらいで買えちゃってるわけですよ。今ちょっと値上がってますからね、私が買った時よりは値上がってるんで、多分100万補助金が入って500万ぐらいで買えるんじゃないかと思いますけど、ちょっとやべえなっていう商品力ですね。ということでエアコン、ナビ、メーターも U がつくと。そして4つ目の項目、運転支援、安全装備ですけども、これもまあ有料かだったら量かなっていうところですね。まあ、昨今求められるような、まあ、電動パーキングブレーキ、ブレーキホールド、メモリー機能は初期型にはなかったけど、年次改良とかでついてた可能性があるってのと、あと、全車速追従のアダプティブクルーズコントロール、全車速追従のレーンキープ機能、要は、プロパイロット 1.5 相当がついていると。だから、ナビリンク機能もついていて、高速のコーナーの手前ではですね、ちょっと曲がれる速度に減速してから、コーナーに進入してレーンが逸脱しないようにしてくれる機能なんかもついてる。さらに言うと、日産のプロパイロットではですね、一般道ではレーンキープあんましないんですよ。これは、なんかその、道のね、道路の車線の幅が広いとか、あとはやっぱ高速で使ってねっていうのを、より強化するために、あえて一般道では使わせない、レーンキープが作動しないような状況になっているのかもしれないんですけど、まあ、でも言うてもバイパスみたいなところでは、使えた方がいいですし、まあ、日産もね、使える道もあるんですけど、作動しにくくなってるんですよ。それに比べると、この三菱のアウトランダーのマイパイロットは、割と一般道でもぐいぐいレーンキープしてくれると。まあもちろん高速で使うのがメインですけど、まあ使えなくはないということで、まあその辺は、まあトヨタとか、スバルとかのレーンキープ機能と同じような感じになっているというのも、実はポイントが高いんですよね。ただ、以前ちょっとダンボールテストっていうのをやったかと思うんですけども、あれではですね、ちゃんと日産の安全装備と同様にですね、駐車時の静止物に対する、要は壁とか電柱とかですね、あれに対する緊急ブレーキもついてはいます。ただ作動がちょっと遅くてですね、ぶつかってから止まるという感じで、その辺の制御が微妙だったんですね。あーこれなんか車重とか関係あるのかなと思って、エクストレイルでも同じテストやってみました。したらですね、エクストレイルもやっぱりダンボールにぶつかってから止まって1秒したらまた進んじゃうんですよ。トヨタとかだとブレーキって書いてあって4秒ぐらいしないと前に進まないんですけど、日産のやつはオーラでもテストしましたが、止まってっから1秒ぐらいでもすぐに前に進んじゃうんで、反応がちょっと難しいかなっていうぐらい、一応止まってはくれるけどっていうような感じなんで、そこの制御に関してはトヨタとかの方がやっぱ上手いなっていう思うところもあってですね、その辺は緊急ブレーキの性能に関しては、まあ、止まるだけマシですけどね。止まらないメーカーもたくさんあるんで。そこは過信は禁物と。まあ、ただ、ね、人間とか、動いてる動体に関しては、ちゃんとね、プリクラッシュセーフティーは作動すると思うんで、事故防止という意味では、安心していただければと思うんですけども、静止物ですね。駐車時の静止物。それに関しては過信は禁物と。まあ、だから、たまにね、よく駐車場で、孫引いちゃったおじいちゃんとかが いるじゃないですか。ああいうのに関してはちょっと注意は必要ですが、まあでも一応ぶつかってからでも止まるようにはなってるんで、普通の何もない、そういうね、静止物に対するブレーキがないメーカーの車に比べれば全然安全です。なので、まあ有料化だったら、まあ量かなというふうにさせていただければと思います。そして最後、総合評価、ライバルとの比較ですけども、私はめちゃくちゃ推しますね、アウトランダー。うん。まあ、ちょっとマイナートラブルみたいなのは正直あったはあった。うん。これはただ個体差かもしれないんで何とも言えないんですけど、
まあ、ちょっとエアコンのコンプレッサーが動かなくなって入庫したとかっていうことはあったんですけど、その辺の故障具合とかは正直よくわからんけど、普通にね、修理費なんかはかからないですから、新車保証の対象はないなので、3年とか5年とかのね、新車保証の中では、そういった、トラブルがあったとしても、修理費はかかりません。まあ、若干入庫したりとかね、そういう手間はかかりますけど、まあ、そういう意味では、間違いなく、押せる車ですね。ここまでの商品力持ってる国産車って、ちょっと、あんまりないかもなって思うぐらい、ですね。まあ、クラウンとか私めちゃくちゃ押してますけど、それよりははるかに安いですから、RS とか740万ぐらい込み込みでしたんで、それから比べると補助金入れると500、ね、万円前半で買えるっていうか200万円ぐらい安いですから、まあ、本当だからシートベンチレーションさえついてればもう本当に最強 SUV と言ってもよかった。だからシートベンチレーションいらんよと。要はシートクーラー機能ですね。まあ、いらんよという人にとってはもうめちゃくちゃおすすめ。走りよし、四駆性能よし。で、内装の質感もいいでしょ。内外装の質感に関してはね、5項目評価別の、採点項目で以前やってるかと思うんで、見ていただければと思いますけど、内装もよし。まあ、3列シート仕様も用意されている。まあ、エマージェンシーですけどね。で、あとね、まあ、忘れてはいけない項目としてはですね、これプラグインハイブリッドなんですね。なので、充電も、して走れる。これ60キロぐらいは満充電で走れるんで、で今ね、チャージモードっていうね、走りながら充電、するっていうモードにしてやってたら、走行距離も今、この録音してる30分ぐらいの間で、10キロぐらい増えてるんですよ。30キロぐらいだったのが今43キロまで増えてるんで、まあその分燃費は悪化してるんですけど、まあそういうモードも用意されていると。で、しかも、重要なのはですね、急速充電に対応してるってことなんですよ。プラグインハイブリッドで急速充電に対応してる車って、実はほとんどなくて、まあ、三菱か、マツダの CX60 ぐらいかなっていう、あとはプリウスの、仙台プリウスの PHV は急速充電に対応してたんですけど、新型はなぜかなくなっちゃう。ということで、急速充電の茶でものね、充電器は EV に、譲りなさいという、その暗黙のプレッシャーみたいなのがあると思うんですけど、まあそれはね、本来的には相手では使ってはいいと思うんで、そういう意味ではアウトランダーであれば、まあチャデモも使えると、急速充電器使える PHEV になってるし、30分の急速充電で、まあ8割型は充電されるんで60キロぐらい走れるようになるんですよ。そうするともうほぼほぼ日常の走りはそれだけで足りちゃうと。まあもちろん 200V で充電した方がバッテリーの劣化とかはないんで、家にね、こういうジャックが、充電コンセントがある方がいいですけども、なんか日常生活ほぼほぼ充電で賄えちゃうと。で、三菱のディーラーで充電すると、急速充電1回やっても100いくらなんですよ。で、それで60キロ走れるんで、めちゃくちゃコスパがいいというような状況にもなってます。急速充電対応の PHEV っていうだけでもね、買う価値あるなと思いますし、まあこの走りよし、見た目よし、で20インチ履いてるでしょ。デイライトもエクストレイルではついてないのに、アウトランダーついてるでしょ。アダプティブハイビームもついてます。だからね、もう不満っぽい不満は、その三菱が嫌だっていう人以外はあんまないんですよ。もうリアウィンカーが豆球とかそういう難癖レベル、あとルームランプが豆球っていうのもあったわ。これ打ち替えましたけど。まあ、そのぐらいですよね。だから、もう間違いなくおすすめ。もう、有料化だったら有がつく車ですね。手放したくない。しかも、V2H っていうね、ビークルトゥーホームっていう、その、家電に供給する機能も有しているので、あとは普通にコンセントもあるんで、まあ、災害時ですよね。日本って災害多いですよね。地震とか台風とか。まあ、そういうので、避難所生活をしなければいけない際に、発電所になるんですよ。もちろん、家にビークルトゥーホームが対応していれば、家に、アウトランダーから、供給することができて、エアコンとかも動かせちゃうわけですよね、家の。で、それの電力が、アウトランダーにガソリンが満タンで入ってれば、確か10日とか12日とか、結構な日数を家に、家電に、供給できるという、発電所になるという、そういう有事の際の、こう、安心感みたいなのも、あるっていうのは嬉しいなと。まあ、その別に家に供給しなくても、まあ、車中泊とかで、ね、避難所で暮らす際にも、炊飯器とかね、ドライヤーとか、電子レンジとか、
湯沸かしとかも使えるってことなんで、カップ麺とか食えるわけですよ。別にそのガスコンロとかがなくても。で、米も炊けるわけですよ。それってすげえなって思うんで、まあそういう有事の際にも心強い味方になるっていうのも考えて、本当におすすめだなと、そういう車になっていますね。はい、といった感じで、アウトランダー PHEV-P、私がめちゃくちゃ推してる理由とかも分かっていただけましたでしょうか。あとね、買えるってことも重要ですね。昨今ね、受注停止とかになっちゃったり、納期がめちゃくちゃ長いっていう車もありますが、まあアウトランダーちょっと納期は半年以上とはなってますけど、まあ買える車にはなってますんで、待てば買えるんで、まあその辺もおすすめできる理由になるんじゃないかなと思います。気になってる方はね、三菱だと食わず嫌いせずに、まず試乗してみると、うわってなると思いますよ。はえってなると思いますよ。そのぐらい痛快な走りをするという車になってますんで、三菱のお店足を運んでみてはいかがでしょうか。これ別に忖度ではないですから、これは買った私の率直な感想でございます。もしお金に余裕がある方はね、タイヤとかも買えるとめちゃくちゃ満足度上がると思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね。好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバー、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。